はい、こんにちは、セナスケです。今回はですね、コスパ最強の筆セットをね、皆さんに紹介させていただきたいなと思います。コスパ最強なんだけど、本当に使い心地のいい筆で、もうめちゃくちゃおすすめです。でね、初心者の方から筆塗り上級者の方まで幅広く楽しんでいただける筆セットとなっていると思います。でね、今回私はその筆セットを実際に使っていろんなものを塗りながら使い心地を皆さんにね、お伝えしていきたいなと思っております。でね、筆塗り初心者の方だったらさ、どんな筆を使っていったらいいのかわからない、自分に合う筆を見つけれるかわからないということでね、悩んでる方がいらっしゃったりとかすると思います。でね、結構筆塗り楽しんでるよって方の中にも、今使ってる筆が自分に合ってるのかどうかっていうのがちょっと疑問だなっていう方もいらっしゃると思います。そんなね、方々のお悩み解消となってくれる筆セットなんじゃないかなと私考えておりますので、ぜひね、この動画最後までご覧になってください。それでは、早速作業をしていきましょう。今回使っていくのは、こちらのオーロックスさんの筆セットでございます。ちょっと開けてみたらね、こんな感じで、持ち手の色がね、2種類あります。これはね、毛の質によって色が変わっております。馬毛とナイロンでございますね。白い持ち手の方が馬毛でございます。黒っぽい持ち手の方がナイロンとなっております。でね、ここからね、この2種類の毛の質の違いだったりとか、それぞれのね、筆の太さの違いっていうのをね、実際に塗って確かめていきたいなと思います。こんな感じでね、見るからにやっぱりね、毛の質で違いますよね。毛の違いを触って確かめてみましょう。今ね、馬毛です。こちらはね、とても柔らかくて滑らかな感触ですね。で、こちらはナイロンです。こっちはね、ちょっと硬めですね。硬いけど安定感ありそうな感じがします。で、これは一番細い筆ですね、セットの中で。めちゃくちゃね、先が尖っていて、細いね、すっごいね。でもやっぱりね、馬毛は滑らか、ナイロンは固めという感じでね、同じ感じです。それではね、こちらのパレットを使って筆それぞれの太さっていうのを確かめていきたいなと思います。まずは、馬毛ですね。一番太い筆でございます。太いけどすごいね、安定感があって、細い線も引けそうですね。で次は2番目に太い筆ですね。こちらもね、なかなかの安定感で素晴らしいです。でね、ちょっと細くなってきましたね。あらま、すっごい細い線が引けましたね。で、次に細い筆ですね。00となっておりますね。はい、すげえ、細っ。で、まださらにね、あと2段階細さありますよ。はい、こっち000と書いてますね。めちゃくちゃ細いよ、すごい。細いけどしっかりしてますね。で、最後にね、一番細い筆来ました。これはね、やばいですよ。もう針みたいですね、先がね。すごいね。毛がね、すごく柔らかいのに、びっくりするぐらいの安定感がありますね。じゃ次はナイロン、試していってみましょうか。また一番太い筆からいきますね。あら、一番太い筆でもね、すごく細くね、引けましたね。やっぱりね、毛が硬いので、馬毛よりもさらに安定感があるような気がします。あのね、なんかもうね、筆で塗ってるっていうよりかは、色鉛筆とかでね、塗ってるような、すごいどっしりとしたね、安定感、面白いですね、これは。こんなにね、安定感ある筆、なかなかないなと思います。はい。でね、どんどん細筆になっていってますね、今ね。筆の毛の先から根元までがね、ギュッとしていて、とてもまとまりがあるので、毛先がね、ばらけることもなく、すごくね、快適に塗れますね。わー、すごいね、細いね。はい、塗り終わりました。黒い方が馬毛です。赤い方がナイロンです。馬毛もナイロンもどっちもすごく使いやすくて驚いてます。それではね、次はこちらのスプーンですね。広い面に綺麗に塗っていけるかっていうのを見てみましょう。はい、まずは馬毛の一番太い筆使ってますね。すごいね、滑らかですね。やっぱりね、毛が柔らかいというところもあってね、めちゃくちゃね、筆の滑らかさ、動きの良さがわかります。そしてね、水分のね、水の含みがすごく良くてですね、しっかりね、長く塗れるっていうのもね、ポイント高いですね、これは。次はですね、ナイロンで塗ってみましょう。ナイロンの筆って経験上ね、使いにくいのかなってちょっと思ってたところがあったんだけど、この筆はね、パネーですね。めちゃくちゃ使いやすい。綺麗に滑らかに塗れますしね。安定感もすごいし、びっくりでございます。それではね、両方ね、乾かしてみましょうか。はい。
じゃん、見てください。こちらは馬毛で塗った方ですね。すごくね、滑らかに綺麗にね、塗装面を作ることができました。見てこの綺麗さ。そしてね、こちらナイロンで塗った方ですね。ナイロンで塗った方もめちゃくちゃね、表面が整っていて綺麗ですね。次はですね、ガンダムアーティファクトの小さなナイチンゲールの盾を塗っていきたいと思います。こちらの盾にですね、綺麗に滑らかにグラデーションをかけていきたいなと思います。このね、筆たちならすごくね、綺麗に快適にグラデーション塗装できるに違いありません。とてもね、筆の動きがいいし、水の含みもいいし、あっという間にね、綺麗に、塗れると思います。ということでね、今ね、グラデーションしていく上での一番ね、下地となる色をね、入れていってます。とても暗い色ですね。本当にね、塗り心地のいいね、筆だなと思ってね、使っております。ストレスをね、感じませんね。やっぱりね、塗りにくい筆っていうのはね、塗ってる時にちょっと毛先がばらついてきたりとか、なんか筆のね、水分の含みが悪くてパサパサしてきたりとかしてね、とてもね、使っていてストレスに感じることがあるんですけれども、この筆はね、めちゃくちゃ使いやすい。本当にもう何度も何度もね、そう言いたい、お伝えしたいと思っております。素晴らしい。で、今ね、グラデーションかけていってますね。とてもね、綺麗にもうなってますね。綺麗にね、こんなにね、綺麗に塗れるなんてありがたいことですよね。筆によってはね、やっぱりグラデーション塗装するのはちょっと厳しいなーっていうような、筆もありますのでね、この筆は本当に完璧だなと思っておりますね。はい、間違いありません。はい、と言ってたらね、グラデーション完成しましたね。ここからはですね、ハイライトを入れていく作業でございます。ハイライトを入れていく作業にはナイロンのね、毛の方を使っていきたいなと思っております。やっぱりね、すごく安定感がある。私がね、さっきね、筆というよりかは色鉛筆で塗ってるような感覚と言ったんですけれども、本当にね、その通りで、すごい安定感なので、こういったね、細い線を引く時なんかもね、もうブレずに塗ることができます。このね、細い線を引いていくという作業はですね、安定感がもう一番重要なので、筆先がね、すごくまとまってどっしりと安定感があったので、さっとね、終わることができました。はい、素晴らしい。それではね、一番細い筆を使ってね、シルバーを塗っていってますね。メタリック塗料もね、バッチリだぜということでね、マークが荒れてる様子もなく、とてもね、綺麗に塗れていると思います。これ乾いたらね、どんな感じになるのかっていうのはね、ちょっと一回見てみたいところですけれどもね。はい、でもすごくね、塗り心地がいい。おー、綺麗に塗れてます。バッチリです。完璧です。はい、こんな感じでね、縦塗り終わりました。小さなパーツでしたけれども、繊細に塗り上げることができましたね。オーロックスさんの筆セット、素晴らしいものでしたね。もうめちゃくちゃね、使いやすくて、で、馬毛とナイロンと2種類の毛が入っているのもすごくね、ありがたいなと思いましたし、どっちもね、もう完璧に使いやすくって、しかもね、これでコスパ最強と来るんだから、もうありがとうございますという感謝の気持ちでいっぱいですね。で、がっつりね、広い面塗りたいっていうところから、小さな面を塗りたいとか、例えばね、ガンプラのツインアイとかモノアイ塗りたいよとか、細かな塗り分けしたいよっていうところ、もうどっちもね、できるので、本当に素晴らしい筆セットだなと思います。がっつり広い面も塗れる、細かな作業もできる、しかもグラデーションもかけることができる、もう完璧やないかという感じですね。はい、で、この筆セットのさらに詳しい情報を知りたいという方はですね、この動画の概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひそちらをご覧になってください。私がね、コスパ最強と言っている意味がね、わかると思いますよ。それではね、皆さん、今回の動画も見てくださってありがとうございました。それでは今回はこの辺で、ぜひね、高評価&チャンネル登録、そしてコメントいただけると嬉しいなと思います。ではね、じゃあね、まったねー。